はい、オタクニュース、ゾウの雑白です。今回は、反則3姉妹、朝倉未来引退詐欺、ぬるぬる秋山、桜庭に謝罪要求、工事客寄せサンドバッグについてです。格闘技界を代表する反則3姉妹、朝倉未来選手、ぬるぬる秋山選手、工事選手が安定の苦笑いのはしゃぎぶりです。ぬるぬる秋山選手は反則界のレジェンドともいえる反則のパイオニア的ファイターです。柔道出身でアジア大会で金メダルを取るなど柔道エリートであるにもかかわらずきな臭い噂が多々ありました。そして世界選手権では柔道着が滑ると対戦した選手全選手に抗議を受け、途中から新しい柔道着で出場し、もちろん負けました。その後 MMA に転向後も反則界のパイオニアは大活躍です。 MMA のレジェンド桜庭和志戦では全身にアメリカ製のワセリンやグリセリンが含まれるスキンクリームを全身に塗り試合を行いました。試合中は滑るよ、ふざけんなよおいという桜庭選手の声を気にもせずパウンドを打ち続け TKO 勝ちしました。柔道時代から道着が滑ると抗議され、 MMA でもスキンクリームを塗るなど悪質な反則で、反則3姉妹の中でもひときわダメ人間ぶりが輝いています。そんなぬるまご秋山ですが、全くぬるぬるクリーム事件を反省していないことが発覚しました。ぬるぬる試合でセコンドを務めていたシューティング清原タトゥーノスケの YouTube 動画でのことです。 YouTube では事件の真相を話し、ぬるまご秋山は反省している桜庭さんのファンの方に対してもずっと申し訳ない気持ちで生きてきましたと見えすいた嘘をついていました。シューティング清原タトゥーノスケとぬるまご秋山で桜庭選手のところに行って謝る機会が欲しいと語ってもいました。このような YouTube 再生数欲しさゆえの茶番の動画を上げていました。もし本当に心の底から謝罪の気持ちがあれば、当たり前ですが YouTube 企画にはせずに秘密裏に謝りに行けば良いのです。そうではなく YouTube 企画に落とし込んでいる時点で反省どころか過去のネタで金儲けしてやろうというのが見え見えです。シューティング清原タトゥーノスケとぬるまごは男気じゃんけんなどをやっていましたが、見た目はごついですが中身はただの工事です。朝倉の兄貴は引退しないかも宣言を弟のビジネスカップルのしょこたんの動画で匂わせ、おしゃべりクソ工事は MMA するかも写真を載せ MMA デビューを匂わせていました。今日のクソ野郎ぶりはぬるまご秋山がナンバーワンでしょう。商売人金の亡者の朝倉の未来はぬるまご秋山とコラボし、塗るだけでぬるぬるするぬるぬるスキンクリームを30万円で売り出すでしょう。以上となります。次の動画は工事化する未来たちです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それではさよなら、さよなら、さよなら。